先ほども言ったようにこういったものを食べる機会がないものだから、とりあえずケンさんに習おうかという様子を見ていたんだけれどね。うん。ケンさんがあまりにも幸せそうだから。食べかけですまないが、あとは任せた。え、やっぱり口に合わなかった？大判焼きとかたい焼きの方が良かったかな。いや、奴を見つけた。喉渇いたな。ケイ、あんた寝るなら寝るで布団ぐらい敷きな。あれ？お帰りじゃないよ。施錠もしてないなんて不用心じゃないか。そうなんだけど、鍵をかけてると助けに来てくれた人も入れないんだよね。で、うずきは部屋にいないみたいだけど、あんたのところじゃなかったんだ。私寝てたから。何やってるんだい。昼間ならともかく、もうすぐ夕食だよ。あ、もうそんな時間なんだ。お昼ご飯食べておやつ食べたばっかりなのに。
それで臼杵さんに何か用事？ちょっと話したいことがあったんだけど、いないんじゃ仕方ないね。よし。時間だぞ。陽子ちゃんは良い子なの？あちゃ、厳しいとこ突っ込んでくるのね。もしかしてそっちの山で武者修行でもした？いろいろ視線を切り抜けて、それなりに経験値もらえたと思うよ。パーティーの中に加えるだけ加えとけば、何もしなくても均等分配ってやつ？結構そんな感じかも。それでそっちはどう？いろいろ問題あったけど、かからないからって使いすぎたら怒られちゃうよ。夏の設定温度は28度。あ、だとちょっと暑いか。陽子ちゃんの部屋は24度。わ、全然節約してないよ。大丈夫大丈夫、パパもママもいなくて私の部屋しかエアコンつけてないから、一世帯あたりの消費電力は普段より搭載目だし。それなら私の家なんて無人だよ。そうね、そしてもう誰も帰らない。ちょっとハトちゃん、
ハートちゃん。ハト。誰だ。のぞみちゃんとみかげちゃん。当たり。じゃあ正解したご褒美として話してくれないかな。ダメ、ずっと話してあげない。ううん、あなたは私たちの一部になるのよ。それは遠慮したいんだけど。ダメ、あなたに拒否権はないの。どうせあなたに拒めはしない。あなたは弱い存在だから。主様からいただいたこの邪眼の力は防げない。蛇の目からは逃げられない。あら、泣くのはまだ早いんじゃなくて？まだまだこれからだもの。あとは大違い。やっぱりあなたはごちそうよ。この下に美味しい濃い血が流れているのね。消すのを忘れていたのね。姉様、痛みや恐怖で血は変わります。そうね、追い詰められている時の方が力は強くなるんだったかしら。できうる限り生贄は最後まで意識を保たせるもの。そう、それなら剣もできるわよね。あなたは脈々と継がれてきた最高の二重の末ですもの。二重の血の持ち主だもの。痛い。でもまだ血は出ていないわよ。やめろと言われてやめるわけ。
あなたは禅の上の魚が命乞いしたら食べるのをやめるのかしら。やめるよ、多分かわいそうだもん。なんで笑うの？笑うのに理由が必要かしら。強いて言うならおかしいから笑うのだけれど。ふっ、よりにもよってかわいそう？誰が？あなたが？殺戒を破るあなたが？食べられる魚じゃなくて私が？あなたは人が殺したものは食べることができても、自分で殺して食べたりはしないのね。それは、そんなこと。私は殺して食べるわよ。生きるために人を捨て、鬼となったぐらいだもの。人であった姉様は、今では人を糧とする。そう。だから、命乞いなんて聞いてあげない。夕べのようなことが起こらないように、今日からはできるだけ離れないようにしよう。え？四六時中付きまとわれるのが目障りだというのなら、その点も考慮して対応策を練ろうと思うのだが、どうだろう？うずきさん、いろんなこと知ってるから話してても面白いし、綺麗だから一緒にいるとむしろ眼福というか。とにかく平気です。そっか、それならよかった。でもそっちこそいいの？だってうずきさん、ケイ君を追いかけてる途中なんだよね。だったら。Kさん、いいんだよ。他人に関わると決めた以上、この程度の不利益は想定済みのことだからね。うずきさんってバカ真面目な人っていうか、面白みのない人間だとよく言われるね。違う違う、バカ真面目な人っていうか、両極端で面白い人なんだなって。極端。もう少し適当でもいいんじゃないかな。あ、私はもっとかっちりしっかりしないとダメなんだけどね。